このスタイルのままで、ちょっと透け感を出すので、サイドをちょっと顎と唇の間ぐらいに下顎をつけます。そしてその次にメープからミドルセンターの中間から下げを添えて、先を添えてボリュームを残しながら毛先をね、染み感をちょっと出します。じゃあお願いします。この長さでこっちでいいですか。普通に切ってまあ、目をつぶってて大丈夫ですか。切るところがカメラの正面に来るようになりました。で、カメラの正面を遮らない。こういう感じになりました。これは付き方で似合わせるっていうこれなんですかそうね、ですね、質感の変化だね。Today we're gonna talk about how to thinning and changing the hair texture by thinning scissors。英語で解説も入れて。好きながら切ってエリアを入れるってことかな。そうですね。好きながら、それから竹のピース調整最後です。 Using thinning scissors to make a layer and make lighter at the end at the occipital bone area。 その中間の先ぐらいでね、そうだね、3センチ4分の3ぐらいのところで毛先は軽くしたほうがいいな。そうだね、そうだね、そうだね、ねじって切ってほしいね。ちょっと回してよいしょ。バランスはどうですか。こんな感じ。これで微調整に微調整しましょう。そのぐらいで一緒だいたい。一旦止めていいですか。いや、もうこれ止めないでこのまま続けていっちゃう。これでも一応おはぎのいい感じだな。レイヤーが入ったかな。
round shape by using thinning scissors to make layer. ちょっと切り目が見えないですね。少しこのぐらいの角度ですか。そっち側に移動して。 これは一回だけです。すいません。微調整。これでどうですかね。出来上がりが悪いか、まだ微調整しない。